今日はプラチョコといって、チョコレートのちょっと硬いようなものでバラを作るっていうのを見つけたので、ちょっと私も挑戦してみたいと思います。お家にある板チョコを使ってもすぐにできるようです。私はルビーチョコレートっていうこのピンクのチョコレートが家にあったので、ルビーチョコレートでピンクのバラができたら可愛いんじゃないかと思ってやってみます。ピンクのチョコレートを 100g 用意しました。水飴はだいたい 20% って書いてあるんですけど、ちょっと加減したいと思います。水飴の量はちょっと混ぜながら調整したり、そのチョコレートによってちょっと違ってくると思うので、最初に 100g のルビーチョコレートに対して水飴 20g で作ってみます。ちょっと白いボールの方が分かりやすいかなと思ったんですけど、ボールが白いのがなかったので、これ白い器になります。白い器の中に熱湯を注ぎ、湯煎でチョコレートを溶かしていきます。ちょっとずつ溶けていくので、全部溶けるまでやります。これは自分でやるときはステンレスのボウルの方が熱が伝わりやすいので良いです。動画を撮る都合上、透明の方が溶けていく過程が分かりやすいかなと思って透明にしてみました。これは100均のゴムベラです。そんなに 100g だとそんなに量は多くないので、これステンレスだとすぐ溶けるんですけど、徐々に底の方から溶けてきました。ちょっと待ってると溶けると思います。溶けたらまたお見せします。だいぶ溶けてきました。このままもうしばらく待ちます。完全に溶けたら水飴を足します。もう完全に溶けてきました。まだちょっと塊が残ってるので、もうしばらくこのまま待ちます。これちょっとプラスチックでやっちゃいましたけど、ステンレスの方が良かったです。もうしばらく待ちます。このような感じでもう完全に溶けて滑らかになりました。ここに水飴を入れます。 100g のチョコレートに水飴を加えていきます。一応 20g、 2割20超えちゃいました。 21g 水飴を入れたらそれを混ぜます。冷めていくと自然に少し固まっていくと思うので、ちょっと混ぜて、だいぶなんか固くはなりましたけど、もう一息固くなら、もう本当に粘土ぐらいの硬さにならないと形作ることはできないので、もう少ししたらラップに包んで冷蔵庫に入れます。ずいぶんこうもうなんか塊になりましたね。こんな感じでこのまま冷蔵庫にラップして入れます。とこのままラップの上にひとまとめにして、冷蔵庫で30分ほど冷やしたら硬さがちょっと硬くなりました。型を抜くだけでも可愛いチョコレートになるみたいなので、型抜きも一応やってみます。
これあのチョコレート色茶色のだったらそのままココアパウダーを振りかけたりするとガナッシュみたいな感じになるようです。このまま一個傾いてみます。例えばあんまり薄すぎてもどうかなと思うのでこのくらいあった方が、あ、見えてないですね、このくらいあった方が見えますかね、1センチぐらいはないとちょっと寂しいかなと思います。まあベタですが、あとも抜いてみます。ちょっと側面がボソボソしてますが、まあ、こんな感じでいろんな形のものができます。あとこのままバラを作ってみたいと思います。今度はもう少しちっちゃめにしました。1センチ5ミリぐらいから1センチ8ミリぐらいのものを用意しました。私の手はとっても温かいのでこうやってグーッと握っていると熱が伝わって柔らかくなってきます。ただ薄い方がやっぱりなんだろう、バラっぽいですよね。でも味はとってもルビーチョコレートを美味しい味でした。ちょっとひびが気になりますが、ちょっと形はよくできると思うのでこのまま続けます。今丸いものを、くるくるっと丸めました。次に2枚目の花びらに行きます。この親指と人差し指と中指で自分の熱を使って少し溶かしてる感じ、溶かすまではいかない、そこまで熱くないんですけど、指をこう温めていくとなんかすごく粘土のようにこう馴染みがよくってちょうどいい厚み、自分の思ってる通りのなんかちょっとオーブン粘土にやっぱ似てるかもしれない。オーブン粘土ってこう練るとよく柔らかみがちょうど出たりするんですけど、そんな感じでもうちょっとちっちゃくても可愛いものにちょっと挑戦したいと思います。くるっと巻きました。このさっきのものにもう一回薄く巻きました。さっき固まったものを、試食してみたらとっても美味しかったので、ルビーチョコレートにはちょっとなんだろう、あのホワイトチョコレート第3のチョコレートって言われてて、あの最初からピンクのチョコレートなんですけどちょっと酸味が強いんですね。だからこれと同じ、本当はホワイトチョコレートでバラを作って2個とかピンクと白とかするとちょっといいんじゃないかなと思います。さっきよりは良くなったけどちょっとひびが気になりますかね。もうちょっとめげずに作ります。1枚目を丸くして2枚目3枚目なんで 1,2,3,4,5,6 枚用意しましたけどどうかな。この花びらの形、私やっぱり粘土もやるからチョコレートなのにどうしても粘土みたいな使い方をちょっとどうしてもしちゃうんですけど、こうまん丸じゃなくって花びらを最初からこうこの指に沿わせて作っておくと最初からここに当てるだけでバラの形になっちゃうんですね。こういう感じでと 1,2,3,1 枚目2枚目3枚目4枚目、やっぱりちょうどあとここに1枚2枚でちょっといいんじゃないかなと思いますが、4枚目、ちょっと大きいかな。でも
きのよりは随分良くなってます。さっきのもうひびが入って、ちょっとガビガビ系に見えてしまうので、やっぱり小さくしてちょっと熱を加えながら花びらを薄くした方が完成度も高いので美味しく見えると思います。ここがちょっとひび入っちゃったかな。ちょっと手作り感が満載すぎちゃって、なんかこうなんとも言えませんが、ちょっと慣れてきたらもうちょっと上手くなるのかもしれないですけど、ちょっとどうだろうな、これアップするに耐えられるかどうかちょっと分かりませんが、ちょっと楽しいかなと思って、このチョコレートで粘土のようにいろんな形ができるっていうところがちょっと面白いかなと思ったんで挑戦してみました。ちょっともうちょっと作った、これでどうでしょう、こんな感じで、こんな感じでバラに見えてますかね。ひびがやっぱり気になるけど、それが花びらみたく見えてれば成功かなと思います。これでいくつか作って最後に綺麗な画像で締めたいと思います。このバラを切るときにフルーツナイフ、切れのいいのに変えました。そうするとピシッと切れるのでとってもよく見えると思います。1回目2回目進化しました。こんな感じです。チョコレートが固くなってしまった時にいい方法を思いつきました。ステンレスのバットを熱湯で温めて少しこう押さえつけると熱が、チョコレートに伝わって柔らかくなります。